いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。クロムソフトウェアがお送りする、ダークソウルのご先祖さんゲームの RTA、始まるよ。早速スタートです。あ、やっとローディングが始まりましたね。本作は広大な 3D 空間を描写するためか、読み込みが少々長いんですよね。その代わり初回以降の読み込みは短めで、比較的快適にプレイできます。さて読み込みが終わると、早速操作可能になります。相変わらずいきなりだな。と、思うかもしれませんが。RTA なのでスキップしましたが、ちゃんとオープニングがあります。まあかなりあっさりしている上に、そこまで重要ではないですが。それはさておき、本編の方ですが、まずはアイテムを回収していきます。わかりにくいかもですが、柱越しに回復薬を入手してます。そしたらお次は、ホーンドスラックを倒します。そして解毒酒を入手。お次は近くの、キルテッドアーマーを配慮します。そして少し進むと、また回復薬があるので入手。これでここらでのアイテム回収は完了です。こんな感じで敵はほとんど無視して、落ちてるアイテムを回収して装備を整えていくのが、本 RTA の基本です。あ、今更ですがここは、ミイラや破壊石があるので、カタコンベのような場所のようです。まあフロムゲーでは、おなじみですね。そんな破壊石の一つを調べると、仕掛けが作動し、下に降りられるようになります。ここから先に進むんですが、その際少々時間がかかるので、コウモリ型の敵、フェルストの超音波攻撃に気をつけましょう。さて破壊石の下に降りると扉があり、ケツで開けると新エリアに出ます。あ、本作の扉は、エリア間を繋ぐものの場合、どんな向きでも開けられます。覚えておくと便利です。さて新エリア呪縛域でも、アイテムを回収していきます。まずはハンドアックスを入手。序盤のメインウェポンです。お次は小部屋に入り、回復薬を2つと、ノーマドラドの位牌。そして兜、ヘルムを入手します。これでだいぶ装備が充実しました。早速装備したいとこですが、諸事情により、もうちょっと後でやります。あ、なんか何もしてないのに HP が減少していますが。これはベルノアの、HP ドレインの仕業です。本作は回復アイテム及びその他もろもろが全て有限、というシビアな仕様で。一応他の回復手段があるものの。それを使えない序盤に、こういった敵を配置しちゃうのが。実にフロムゲーらしいと、感じました。あ、先ほどコテ、レザーグローブを入手したので。ここでようやく、装備を更新します。装備を変えると、基本的にローディングが入るので。まとめてやった方が早いんですよね。さて装備を更新したら、ここにいる、ニードルアントの一匹を倒し、孤独液を入手します。攻術しますが、手前の個体ではダメです。必ず奥の個体を倒しましょう。さてこれで、人間界でやることは終了し、未知のエリアである、暗黒島の魔界エリアへと移行します。あ、暗黒島とは、本作のタイトルにもなっている、重要アイキャンフライ。あ、驚く方がいるかもしれませんが、なんと本作には落下ダメージがありません。なのであのような、大胆なショートカットが可能なのです。まああまり高いと、さすがに高いしますが。そんなわけで、新たな世界、地族界にやってきました。ここは魔界に6つある世界のうち、一番最初に来れる世界です。虫や植物型のクリーチャーが多いのが特徴ですね。そういった感じで、魔界の6世界は特性がはっきりくっきりん？おーい！そっちは毒で通れないぞ。こっちから行きな。うわぁ親切な人だな。暗くてよく見えませんが。あ、視界が狭いのは、キングスフィールドとは異なり。スペック的な都合ではなく、仕様です。さてイベントが終わったので、進みますか。毒で通れないとか言ってましたが、やっぱりなんともないじゃないか。まあ、孤独液のおかげですが、だから拾っておいたんですよね。さてここではまず、天井にぶら下がっている、ハングデッドを倒します。毒液をドピュドピュ垂らす、ここが毒消区間天井ですね。高い位置にいますが、斧での攻撃がギリギリ届いてくれます。なんかダメージが倍近くぶれるんですが、どういう仕様なんですかね？一
応ダメージが2倍になる、クリティカルが存在しますが、ヒット音が違いますし、今は出ないはずなんですよね。それはさておき今度は、ウォッチャーウィードを倒します。前の部屋にもいたやつですね。植物らしく自走はしない、ただの的です。が、実は結構強いです。あ、ここではしごを登って上に行きます。そしてまた、草を刈ります。こいつの攻撃なんですが、継続性のレーザーで。射程が長く連続ヒットする上、狙いもかなり正確なため危険です。さてお次は新たに出現した、クリーバーを倒します。こいつは大して強くはないんですが、なかなかにタフなのが厄介です。ちなみにここでクリーチャーを倒していたのは、こいつを出現させるためでした。これは本作のクリーチャー出現の仕様により、敵を減らさないと、こいつが出現することがないからです。さて倒したら、次の獲物を探します。が、いませんでした。この場合は、ここの隠し部屋にいるはずです。いましたね。では倒しましょうか。この間に敵出現の仕様について、解説いたしますね。本作のクリーチャーは出現する範囲と数、そして優先順位が決まっており、出現していないクリーチャーは、待機状態となっています。なのでクリーチャーを倒して数を減らせば、出現できるようになるのです。しかし出現率もあるため、すぐ出ることもあれば、出現位置を行ったり来たりして、出現判定を繰り返しても、なかなか出会えない、なんてこともあります。それはさておき、またクリーバーがいたので倒してます。実はこいつこそが、本命のクリーバーでした。はいこれで、が入手できました。ごく普通の弓矢ですが、本作では最強クラスの武器です。さてお次は、盾、レジストスモールシールドを拾い、とともに、早速装備します。この際、は両手武器なので、盾と同時に装備しないように、予備、の方に装備しましょう。完了したら、素早く装備を切り替え、近くに出現したハングデッドを仕留めます。だいたい 1.5 発で倒せます。すると指輪を高確率で落とすので、これを空中キャッチ。キャッチするとまたポジになりますが、これは避けようがないです。さてこれで、ここでやることは終了です。先に進みましょう。ここの扉をくぐれば、厄介なポジ床とはおさらばできるので、ゲポジッシュでポジを直しても、すぐポジになる心配はありません。まあ直さなくても、さほど問題はありませんが、回復薬の節約のために、直してます。この時ついでに、指輪及び魔法を装備しておきましょう。本作の主人公は、魔法が使えませんが、魔法を使えます。これは指輪に魔法が封じられているからで、それゆえ使用できる魔法は、指輪ごとに決められています。さて新たなエリア、石灰窟では、まず穴があるので入りましょう。すると下に降りられます。これでもう、歩いては戻れなくなりますが、男に退路など不要です。さてここから、オリチャーを使っていきます。を使って、ここのヘビーリザードを倒します。ちょうど2射で倒せるので、あまり時間はかかりません。そしてとあるアイテムを落とすので、回収します。そしたら進んで、道を塞ぐもう行って、なんかどいてくれてる。いつもは通路にいるんです。いや本当に。その場合高確率でポジにされるので、始末しようとしたんですよね。何したって無駄だ。さっさと帰れよ。が、RTA だと、何もされません。なので追いかけてぶち殺さずに、見逃してあげましょう。そんなピーカーの掘ってくれた穴を降りると、石灰窟の出口に出ます。ここを出ると新エリア、予行窟に出ます。どこまで続くんだここ。と、思うかもしれませんが。貴族界は最初の世界の割に、おそらく最も広大なんですよね。さてここではまず、セーブポイントをチェックし、何もせずに去ります。一見すると無意味ですが、これはいわゆるブクマで、RTA では非常に重要な行為です。さてこれで、貴族界の攻略は一旦中断し、さらに先の世界へと進みます。というわけで、再び暗黒島へとやってきました。ここの中央あたりで左に飛び降り、その先の扉を開き、新たな世界へとお邪魔します。扉の先は水溶界、魔界第三の世界です。そしてここでも、オリチャーを挟みます。脇道に進み、奥にいる、メルテッドホーンを倒します。
見た目は雑魚っぽいですが、第三世界の住人だけあって、なかなかにタフです。はい、火解石を入手。とある世界で絶大な効果を発揮する、あると非常に助かるアイテムです。入り口付近のやつも落としますが、確定ではないみたいなので、奥のやつを倒してます。これで用事は終了です。そしたら戻って、まっすぐ進みます。途中強酸性の水がありますが、裸足ならあまり問題ないです。さて、進んだ先は行き止まりでしたが、井戸がありました。よし、ダイブしよう。すると下には空間が広がっていました。そしてなぜか、水もありません。そこにいた、ワーマベースの液体を頑張って倒します。なかなかタフな武器で、今の装備では厳しめですが、魔法が結構効いたので、比較的素早く倒せました。そして、プレートネイルアシッドを入手しました。じゃ進みましょう。これもオリチャーで、これのおかげでかなり短縮できました。なのでワームフェイス君は本 RTA のメシアで、足を向けては、寝れないっすね。攻略本にすら気持ち悪いと、ディスられてますが、よく見ると可愛い、可愛くない?さてまたまた暗黒島に出ましたね。ここでも飛び降りると、また扉があり、これを開くと。魔界第五の世界、奇獣界に出ます。開始10分ほどで、ゲーム終盤の世界に来れちゃいましたね。この自由度の高さが、本作の魅力の一つですね。それはさておき、ここには鍛冶屋があるので、早速活用します。鍛冶屋の役割は、武器防具の作成、ではなく、あ?人間が何のような?対価は主人公の HP と、これまた一風変わったものになっています。なんでこっちの体力が減るんでしょうね。まあそれはいいとして。直せるものは片っ端から直します。限界まで直したら、お次は対面にある、ショップでお買い物をします。対価はさりげなく拾い集めていた、魔界の通貨のようなもの、グーンです。人間か。まあいい。何が欲しいんだ ?HP が減っていると、こちらを心配してくれたりします。RTA では、ヒロイン的ポジションですね。ま、ありじゃないか。でも下半身ヘリか、なんかぬめぬめしてそうなんだよな。というわけで、4クーンで迫力獣の羽と回復薬を、2つずつ購入しました。では、もう1回修理を行います。その前に回復薬で修理費用をチャージします。が、初歩的なミスをしてますね。まあ、とりあえず、直したいものは全部直せましたので OK です。ヘルムは、まあいいでしょう。結構耐久度残ってるので。さてこれで、準備は完了。先に進んでいくんですが、その前に、先ほど入手した鎧を装備します。こうすることで、なんと HP が倍近く上昇します。さっきのミストは、これの装備忘れのことで、修理をする際は、回復薬の使用上、なるべく HP 最大値を上げておくと、お得なんですよね。それはさておき、ここ奇獣界ですが、実はそんなに、危険な世界ではありません。何せ敵が、いませんからね。なんか変な声が聞こえたって?啓蒙が高いんでしょ。多分どこかに、隠れているんじゃないですかね?出ておじゃれ。隠れていても獣は匂いでわかりまするぞ。やっぱり何も、いないじゃないか。コンドンフォルナラバシのラバシ。なお、マスターデビットいる。王の迷いが私を生じさせた。だが、戦うのも私の務めである。相手をしていただこう。というわけで初のボス戦。相手は奇獣界の主、シンママスターです。作戦の方ですが、を使って引き打ちをします。姿が見えませんが、これは不可視の結界の仕業で。解除にはアイテムが必要ですが、タイム短縮のため入手してません。なかなかに無謀かもですが、幸い壁が見えるので割といけます。強さもそこまでではなく、3攻撃と武器攻撃は射程が短く、ゆっくりこちらに歩いて近づいてくるので、位置も特定しやすいです。本当の問題点は、こいつを殺しきるだけの火力を確保することなんですが、それはもう解決済みです。クワックは後で。それより真に気をつけるべきは、この波動攻撃です。
これはいわゆる一つのアサルトアーマーです。使用の対処法もほぼ一緒です。そしてもう一つ注意する点がありまして、それが今受けた正体不明の攻撃です。あさっての方向から飛んでくるため非常に避けにくいです。まあこれの正体は音のデスパイルの攻撃なんですけどね、初見さん。あ、勝てた。この分まだ仕切れるそうなのも急に力を見せてもらったら、ワースト目はここで終わり、どこまでも行くないより。さて遺言を聞き終わったら遺品を拝領いたします。遺品は指輪ドロップスピリット、すべての属性の魔法を扱え、HP、MP の自動回復効果までついた最高クラスの指輪です。もちろん早速装備し、さらに奥へと進行します。すると第6世界、邪視界へと飛びます。ここが本作におけるラス弾となっています。グーンを2つ拾ったら、勇気を出して外に出て、消し光としゃれ込みましょうか。あ、セーブポイントがありますが、もちろん使いません。ミスったらリセットの本チャートにおける真の山場です。よし、目標を発見。このヘルハンターが今回のターゲットです。見ての通りの遠距離タイプなので接近するが楽勝というわけではなく、文字通り矢継ぎ早の攻撃速度とワープ移動を駆使する強敵です。しかし先ほど入手した指輪で魔法フローズンホーネットを使えば比較的楽に倒せるはずですが、ワームフェイスを買った際に MP を消費したのがアダとなり MP を切らしてしまいました。しかし自然回復があるので罪はしませんでした。なんとか撃破し戦利品もいただけました。じゃ帰りましょ。この迫力銃の羽はいわゆる一つの骨片で、最後に使用したセーブポイントまで飛ぶことができるのです。というわけでお次は放置していた貴族会を攻略せずに、また放置します。というわけでまた、先ほど同様に進んでいきますが、今回は先ほどとは反対の右側に飛び降ります。するとこちら側にも、新たな世界への扉があります。せっかくだから、俺はこの赤の扉を選ぶぜ。そんな赤い扉の先は、第三世界、火炎界でした。どっかのハイトみたいに、目に優しくない世界ですね。そしておなじみの吹き出す炎や溶岩などダメージを与える要素が多いです。しかしあらかじめ入手しておいたこの破壊石があれば、ここを安心安全に突破できます。ほらこの通り、この石と盾の二重の防御により100ダメージほどで炎を突破できました。あ、ここでアミュレットを拾います。多分一番入手しやすいものです。まだ装備はせずにちょっと進んでから装備します。というわけで、引き続き炎の中を突き進んでいきます。ちなみにこの辺りの炎は、停止スイッチがあるんですが、もちろん使いません。破壊石があれば、余裕ですからね。ただこの破壊石は、火炎界だと貴重なので、取り忘れに注意です。まあ先駆者様は、使ってませんでしたが、あった方が回復薬の節約になるので、それらの回収の手間を省けますし、とある敵が、炎のアサルトアーマーを使った際、強引に攻めに行けるのが大きいので、結果的にタイム短縮に繋がっていると、私は思っています。それにここらで出てくる、ハイブリゼーターが、壁を貫通する卑劣な魔法を使用するので、やはりあると、心強いです。うん。ネズミが紛れ込んだが、困ったものだな。ゴールのやつは倒せない。とにかく嫌なやつだよ、偉そうだし。まあ、RTA での出番はここだけで、盾のせいで画面に映りすらしませんでしたが、あ、ここでまた、オリチャーです。はい、カイトシールド社員を入手しました。霊属性がついているのが、魅力の盾です。ちなみに今回初めて使うので、効果は未知数っす。それはさておき進んでいくと、再び何者かに呼び止められます。また盾のせいでよく見えませんが、これ以上先に行くことは許され、このゴールの火炎で燃え尽き灰となるがいい。というわけでゴール戦です。作戦の方ですが、
無事突破できましたね。ネズミの言うように、今の状態だと倒せないので。真面目に相手するだけ、時間の無駄です。さて新たなエリア怪人堂ですが、こここそが火炎界の最奥です。ここではまず、ガントレットを拾います。高い有属性を持ち、入手しやすい、優秀なコテです。拾ったら奥に進んでいき、火炎界の主の元を目指しましょう。あ、ゴールが火炎界の主と言いましたね。あれは嘘だ。あ、しばらく歩くだけなので。この間に、属性についてちょっと解説しますね。本作にはたくさんの属性があり、初見プレイヤーを困惑させますが、その中でも特にわかりにくそうな、竜、陽、霊属性について、解説します。これは実は、6つある魔法属性が複合したもので、竜が炎と闘、陽が毒と酸、そして霊が生と闇の複合となっており、その数値が、対応した属性の魔法への防御力、そして対応した属性の魔法を使った際の、威力に影響します。こう聞くと案外単純ですね。まあ説明書には、ざっくりとしか書かれてませんが。ではこれを、実際のプレイに合わせて解説いたしますね。このクッソ見つけづらい、プリーストリングバーンは、高い有属性を持つため、装備すれば炎の攻撃を軽減でき、そして盗属性の、フローズンホーネットの威力も上昇します。先ほどのガントレットも同様で、そのために入手しました。というわけでここで、まとめて装備を更新いたします。あ、右指輪を変更した際は、魔法の装備し忘れに注意です。忘れると、矢の威力がヘナチョコになります。さてこの坂を下ったところが、火炎界の最奥です。ここではまず、炎のレーザーを放つ敵、ファイアークリスタルを倒します。すると霊の使用により、敵が追加され、ケルベロスが出現します。で、いきなり麻痺らされた。しかし直前に拾った、下皮種により発火する。そしてそのまま、速攻で撃破。はい、これで、火月の鍵を入手。じゃ帰りましょ。もたもたしてると、後続の犬にまた麻痺らされるので注意です。ちなみにあのような攻撃は、叫び、系の攻撃で、範囲やモーションもわかりにくい上に、厄介なステータス異常を引き起こす。くっそ汚い、卑劣な技です。主な対処法は二つで、一つ目は、範囲内に入らないことで、自分も正確な範囲は把握してませんが、音が聞こえるとアウトらしいです。そして二つ目は、先ほどのように回復アイテムを持つこと。しかし直しても、また食らうこともよくあるので、過信はできません。それはさておき、ここにあるオブジェに先ほどの鍵を使うと、蓋が開いて、火炎の道しるべが入手できます。そしたら早速使用します。すると、我は家族の主、エボニーナイト。強い者と剣を交えること。これこそ我が立ち。では始めよう。楽しませてくれ。というわけで火炎界真の主、真魔エボニーナイト戦です。作戦の方ですが、周囲を展開しながら、フローズンフォーネットを連打します。それだけです。この魔法は1回で4発出るため、非常にコストが良く、敵は HP が減ると拾いやすくなる使用で、敵を固める性能にも優れてます。はい、勝てましたね。おかげはまだまだ遠い。せいぜいもがくがよい。さてもうここでやることはないので、羽で飛びましょう。これでまた、持続会に戻り、大幅なタイム短縮ができます。というわけで今度こそ、この地族界を制圧するとしましょうか。が、その前に傷んでる盾を交換し、魔法も変更しときます。装備は全開すると使用不可になるので、予備があると安心なんですよね。しかしちょっと、重量オーバーしてますね。重量オーバーには、当然ペナルティがあり、オーバーした数値分、HP が1秒間ごとに減少します。しかし今は、HP 自動回復があるので、多分大丈夫です。まあ自動回復は最大値の半分までですが、ちなみに移動速度には影響しないっぽいです。多分。あ、今ですがファンキーな効果音で飛び跳ねる足の生えたウツボットみたいな敵グリーンベルチを買ってます。道が狭いため邪魔なのと、いいアイテムを落とすからですね。落とすのは回復薬とノーマドラドの位牌です。そして落ちている位牌が2個もあるので回収しときます。これでだいぶ、余裕を持って攻略できます。
本作の装備品は、腕は、アミュレット以外は耐久値が設定されていて、攻撃を受けたり使ったりすると、耐久値が減っていきます。本作の主人公は、レベルを持たず、その能力を装備品に大きく依存するため、簡易修理できる位牌は、なるべく多く持っておきたいんですよね。あ、本編の方ですが、いかにもメガトンしそうな、危険な狭い通路地帯を踏破してます。しかも幅を取るヘビーリザードがいるので、非常に厄介です。なので排除しながら進んでます。ちょっと面倒なので、3匹目はスルーしましたが、あ、4体目が出ましたね。これは最大出現のパターンですね。しかしこれは少しラッキーです。というのもこの4体目は、優秀な兜、ウィルウィザードを落とすのです。そして入手できました。やったぜ。早速装備。ヘルムが壊れかけていたので、非常にタイムリーでした。ちなみに運よくドロップしても、谷底に直行することが多々あるので、なるべく接近して倒すのがいいでしょう。そんなわけで、無事危険地帯を突破したら、地獄界最終エリアに出ました。ここは非常に短く、特に仕掛けもないので、直進するだけで OK です。左右に何回ますが、まあ気にしなくていいでしょう。そうそう、ここでちょっと前に入手した、トリウムファントを装備します。今思うと、ウィルウィザードと同時でよかったですね。ともかくこれで準備は OK。いざボス戦へと行きましょうか。奥にある大きな扉を開くと、いきなりボス戦が始まります。言葉は。なのでまずは音も、ハイガードを仕留めます。すると大体親玉がやってくるんですが、今回はサボってるみたいなので、もう一体と遊び、アイテムを配慮しときます。やっと来ましたね。こいつが地獄界の主、シンマログハートです。こいつの弓と魔法の遠距離攻撃のコンビネーションで倒します。で、もう終わった。ではもう用はないので、帰りましょ。ハブ、あ、ナイスデイ。まあわざわざこんなことしなくても、近くにワープポイントがあるんですが、羽を使うことで、彼の遺言をより確実にカットできるのです。まあ無理に狙わなくても良さそうなんですが、今回は余裕があったので、やってみました。あーまるで、ガチ勢みたいだー。さてこれで、魔界の半分を制圧できましたね。お次は3番目の水曜界を制圧します。この間に、弓の威力について、お話しします。本動画で、弓の威力が異常に高いと感じた方がいらっしゃるかもしれませんが、これはおそらく、バグによるもので、右手に魔法を装備する、だけで発動します。なのでプレイした誰もが、ほぼ確実に使っていたことと思われます。先駆者様も、知ってか知らずか普通に使っていらっしゃったので、これは使用、デブ的にありと判断し、私も使わせていただきました。あ、ここで宣告見逃した、ワームフェイスを仕留めました。そしてなかなかいいアイテムを、ゲットできました。で、こっちじゃなくて、レアじゃない方が欲しかったのに。まあ、別の場所で入手できるのでそっちで拾います。ちなみにですが、暗黒島エリアは縦に繋がっているはずなんですが、ゲーム中では分断されており、そこはショートカットできません。だから貴族界や先ほどの水曜界は、必ず通る必要があります。さてここの中央で、左に曲がると、また他の世界への扉があります。これを開くと、第4の世界、幻魔界に出ます。で、ここ水曜、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。弓で魔物に挑むゲームの RTA、最後の部始まるよ。前回、神魔を3体倒した主人公は、さらなる血を求めて、幻魔界にやってきました。が、まずはちょっと、お買い物。しかし、しかなかったので、あまり買えませんでした。正直、ここは不要でしたね。ただ羽の買い忘れは即死に繋がるので、覚えてるうちにやっときたかったんです。それはさておきお次は、正面の石碑でワープします。が、その前に盾の確認をしておきましょう。なぜならワープした先は、三攻撃地獄が待ち構えているからです。だから、耐久値を確認しておいたんです。はい、なんとか抜けられましたね。この先が、実は水曜界の最奥で、本来なら貴族界に次ぐほどの広さの水曜界も、幻魔界経由だと、いともたやすく、神魔の首を取りに行けるのです。
溶けてしまえば楽になれたもの。というわけで水曜会の主、新ママギメイが不戦ですが、戦闘が始まったら速攻退して、退出します。そしてリニアで狙撃します。以上です。こうすると、なんと敵は動かず、攻撃もしません。なので 100% 勝てます。かなりデコい戦法ですが、先駆者様も使ってたから。だから新マよ。卑怯とは言うまいな。一応、炎の魔法はそこそこ効くので、部屋の中で戦うのもありなんですが、お供がなかなか危険ですし、ワープ移動が厄介なので、やりません。俺は安全に出世したいんだよ。あ、終了ですね。お前ごとき、王になれるはずがない。さて倒したら、死体と部屋を漁りましょうか。が、まだお供、シェルサーペントが残ってるので始末します。まあ、倒さなくても問題ないんですが、ワームフェイス君が狙ったアイテムを落とさなかった件の、リカバーのためですね。というわけで、グレートヘルムを入手。これは据え置きのやつですね。あ、シェルサーペントの落とし物は、いりません。倒したのは、この2体目の出現のためです。では倒すんですが、魔法攻撃の合間に、アイテムを回収します。これで多少は時短できると思います。多分。はい、アイテムの回収は完了。続けて2体目を撃破し、マガンジュの実を入手。これが欲しかったアイテムで。あの2体目は、これをほぼ確定で落としてくれるのです。そしたらお次は、戦利品で装備を整えましょう。兜、右指輪を変更し、腕輪を新たに装備します。魔法は、バブルシャワーにします。この魔法は射程が短い代わりに、接近戦だと結構な火力が出せます。では戻りましょうか。徒歩で戻るため、また例の三地獄を通る必要があって徒歩なんですが、今度は先ほど拾ったマガンジュの実があるので、これを使います。これで火解石同様、3に強くなれます。こんな短いところで怖がりすぎ、と思うかもしれませんが、実はここにいるクリーチャー、フライワームは麻痺の叫びを使うため、万が一食らうと、そのまま三まみれになっていくので、結構怖いんです。さて幻魔界に帰ってきたら、そのままここを攻略していきます。だから、羽を使う必要がなかったんですよね。ちなみにこの陰影章は、敵に会うことなく突破できます。楽ちんちんですね。さて幻魔界の第2エリア、混迷章ですが、ここは細長い通路ばかりのエリアになっていて、各所に固定砲台、ゴルガラルがいるので、盾を構えながら進んでいきます。が、お釈迦になってしまいました。まああとは、レジスモで十分です。が、だいぶ傷んでました。なので位牌で直します。ついでに自分も直しましょう。というわけで、盾受けしながら進んでいくんですが、ここで本作の盾防御の仕様について、解説いたしますね。キングスフィールドとほぼ同じシステムの本作ですが、大きく異なる点として、盾を実際に使えることが挙げられます。すでにお分かりになってると思われますが、これが非常に優秀で、どんな大きさでも全身を防御でき、カット率は低めなものの、まんべんなく防御でき、スタミナ消費がないので、壊れるまで防御し続けられる。言うなれば、手動のプライマルアーマーといった感じなのです。と、ここでお祈りタイムです。あ、ダメでしたね。ここを通る際、高確率で呪われてしまうのです。これはバルーンガイストの仕業で、近くにいるため、狙撃もできません。前に一回だけ呪われずに通れたんですが、原因はわかりませんでした。ちなみに呪われると、HP と MP が減少し続けます。しかしその速度は微々たるもので、放置しても全く問題ないレベルです。自動回復もありますしね。それゆえ先駆者様は放置してました。が、私は直します。というわけで、成就の像を使用。石灰靴で、ヘビーリザードが落としたやつですね。あ、呪いを直した理由は、実は魔法の威力も下がるからです。まあそこまで下がらないんですが、火力を底上げしたかったんですよね。あと画面が最後まで、悲惨なことになるからですね。あ、今ですが、三幻魔の一角、アンダーシールを仕留めました。こいつらはいわゆる中ボスで、とある理由により、撃破は必須です。そして2体目を倒しに行ってるんですが、オウムガイのような、
ワールプールから暗黒をもらっちゃいました。これには特効薬がないので治るまで待ちましょう。ご覧のように視界が狭くなるだけなので、まあなんとかなるでしょう。それはさておき、2体目の三元魔移動シェードと戦ってます。こいつはワーク移動を繰り返すため厄介そうですが、テーマ4に弱く攻撃もしょぼいので結構楽です。はい、倒しましたね。そして戦利品もゲット。では戻るんですが、その前にガントレットリーディングを配用しましょう。そして即装備、ついでにここで弓二刀流にします。あ、今更ですがこの気流症は歪みある壁に触れるとワープできます。なので場所は覚えておきましょう。さて次が最後の一体ですね。すぐ隣の部屋にいるので、まずは遠距離から先制攻撃。うまくいけばこれだけでも倒せるんですが、敵が起動したのと弓の狙いが定まらなかったので部屋に突入して倒します。こいつが三元魔最後にして最強のナイトクラウンです。こいつはワープを繰り返しながら魔法を連打してきます。なので回避しながら狙いをつける必要があるため非常に厄介です。が、実は簡単に倒す方法があります。しかしその方法は他の敵に使いたいので、泣く泣く封印式合で倒します。あ、瞬間火力に期待してバブルシャワーも使ってみたんですが、全然当たってないですね。ダブルオービットで堅実に削っていくべきでした。あとリミアを使った方が良さそうですが、やっと終わった。遺品はありがたく配慮しましょう。遺品は腕輪マスタープロテクション、 HP 自動回復付きの優秀な装備です。確定ドロップじゃないのであまり当てにはしてませんでしたが、やはりあると心強いですね。さてここが幻魔界の最奥ヤムショーです。神魔がいるだけのエリアなので超短いっす。あ、神魔に挨拶する前に近くにある下皮種を配慮しときます。そしたら部屋の奥に行きましょう。私の名は神魔ディスガイズ。では早速壊して差し上げましょう。まあそれはいいとして、幻魔界の主神魔ディスガイズ戦ですが、マニメーガス戦と同様の戦法で行きます。こいつも一定距離離れると何もしてこなくなるんですよね。ちなみに本作の矢は距離で威力が減衰しません。これも本作の弓矢がクッソ強い要因の一つですね。あ、なんか MP が減少してますが、これはオトモクリーチャーアークスピリッツの仕業で、まあ大した影響はないんですが、その有効範囲の広さに驚愕しますね。あ、ここで一修理。なぜ今なのかというと、画面に壊れそうな装備があると表示されたからですね。弓矢系はこれが出たイコール、あ、終わった。そんなところ。さて終わったら今回も死体と部屋を漁ります。これもウリチャーですね。歩く距離が長いからか先駆者様はスルーしてました。拾うのはソウルポット2つと、あ、今回はハズレでしたね。本当は兜、ゴッターエッジが欲しかったんです。まあこれも想定済みで、このマリンスノーもなかなかに有用な装備品です。というわけで帰ります。帰りは徒歩ですが、すぐそこにワープ石碑があるので問題ないです。飛んだ先は次の世界の奇獣界でした。さてここでちょっとアドリブを聞かせます。ここにいる四つんばいんでポジ持ちのクッソ汚い陰獣ナイトホールを借ります。こいつは後半の敵の割に体力が少なく、そして高確率でクールを落とすので非常にうま味、おやつに最適なのです。また動きも鈍く、3の通りもいいおは。2体目がちょうど四角に出現したため攻撃を避けられず、ポジまでもらっちゃいました。まあ大した問題ではないっす。ポジなんてゲーム後半じゃただの空気ですよ。というわけでもうここに用はないので出ていきましょう。すると暗黒島に出ますが、ここは実は最初に来た奇獣界のすぐ隣だったんですよね。てなわけでお次はまたその場所で装備を整えます。そのまま進んだ方が早いんじゃないと思うかもしれませんが、実はそっちはついでで、とある重要な用事が他にあるのです。さて着きましたね。ではまずお買い物から。ちなみにお買い物は今回が最後です。なのでお金は使い切っちゃいましょう。
だいぶ弱ってるね。物が売れなくなると困るのだが。それはさておき買うものですが。って思ったよりクーンが多い。そういえば昆明省でさりげなく集めてたんでしたっけ。まあ多いに越したことはないですから。というわけで回復薬を3つと巻薬と迫力銃の羽を1個ずつ購入。羽はもう買ってたんですが心配だったのでまた買いました。お次は修理ですが、直すのは弓矢2種だけです。トリウムファントが傷んでいたので修理費が高めですが、今はだいぶ HP が上昇しているので最大値の半分ほどで済みました。では用事も終わったので先に。何か忘れてませんか。あぶねえあぶねえ。ここでブクマを更新しときます。これを結構忘れがちで、忘れたらもちろん RTA 終了です。覚えてても羽を買い忘れたなんてこともあるので油断なりません。本当覚えることとやることの多い RTA です。さて次の目的地ですが、ここの真下にあります。なので行き過ぎないように飛び降りましょう。そこに扉があるのでケツで開けると女子会の裏口に来れます。ここをそのままバックで進んでいきます。これで旋回する時間を短縮できます。あ、そうだ、アミュレットを買い忘れていることを唐突に思い出したので今買いました。まあやらなくても問題なさそうですが、せっかく拾ったやつですからね。そうそう、この辺りには敵がいません。ここには死と知識、人の歴史が集められている。自分が何を求めているのかを理解することは不可能に近い。お前にもできるだろう。いずれにしても先にあるのは死なのだ。さて長話が終わると、ネトは死脚を残して去っていきます。なのでここの手すりのない部分から飛び降りてさっさと逃げましょう。が、ここでちょっと寄り道して相馬のマナコを拾います。これは実は2個目で、1個目はログハートのお供のハイガードその2が落としてます。ちなみにナイトクラウン戦で封印したのはこのアイテムです。その性能のほどは行き試しにてお見せしましょう。そんなわけで進んでいくと行き止まりの部屋に出ます。しかしここにはワープ石碑があるので、これでワープすると女子会の別のエリアに出ます。以前来たエリアの隠し部屋ですね。ここにソウルポットがあるので拾い、またワープします。すると女子会最後のエリアに飛びます。え、フィリップ王？魔力を封じさせてもらおう。しかしまあ、特に問題はありません。この世界では魔法は使う予定ないですし、これから殺すのは神魔一人だけですので。俺が殺すのはお前一人だけだ。ちなみに居場所はすぐ目の前の階段を登った先の一区画です。ここの左端を目指します。正面から行った方が早く会えますが。それほど人々を救いたいのであれば王に会うがよい。そして自らが王となるか。だがまずは私を倒されば全ては叶わぬことだ。というわけで女子会の主、神魔フォロー明治戦ですが、まずは姿を捉えましょう。いたいた。では作戦の方ですが、弓矢でひたすら撃つ以上です。しかしこいつはひたすらワープ移動を繰り返すため、なかなかエイムが難しいのです。そこでさっき拾った相馬のマナコが活躍するわけです。これは神魔の動きすら封じる優れもので、これで相手はただの的となります。つまりもう勝利は確定です。ってほど甘くはなく、いろいろ厄介な点があるのでそれを紹介していきますね。まずこいつは波動攻撃をひたすら連打するため、剣などで挑むのは無謀で、魔法もとあるアイテムがあれば使えるようになりますが、耐性がガチガチのため全然効きません。なので武器は弓矢一択となります。しかしこいつは非常にタフで、トリウムファントをフルパック当てても死にません。だから違反か予備の棒を持っとく必要があります。そして麻痺効果の叫びも使うため、
相馬のマナコの降下時間を無駄遣いさせられてしまうこともあります。こんな風になので下皮腫は必携です。もうないですが、あ、溶けた。これでこって、お前もかよ。もっと当たらないだろ。って、あれ、これほどの力とはお似合い。己の力を試してみよ。じゃ帰る前に、アイテムを回収しましょうか。ここの端っこあたりに、ソウルポットがあります。回収したら、羽で飛びましょう。え、エンドレスワルツ？まああれは優秀なんですが、確定ドロップではないみたいで、音もブラッドボーンに近づきたくないので使わないことにしてます。今お供の名前に反応したカリウド様がいらっしゃったかもしれませんが、暴走集団ダークソウルと同じでただの偶然でしょう。あ、今ですが羽で奇獣界に戻り、最終決戦の準備をしてます。まずは装備のメンテナンスですね。使うのはトリウムファント、ソーサラーリングポイズン、そしてドロップスピリットです。ドロップスピリットの修理費用がお高いので2回に分けてやります。おかげで回復薬が残り1個になっちゃいました。まあそれはいいとして、今更ですが全開した装備は修理費が2倍になります。なので誤ってドロップスピリットを壊したら RTA 終了です。というのは半分嘘で、実は指輪だけは全開しても装備可能なのです。だから位牌で修復できて、鍛冶屋での修理費用を大幅に削減できるのです。というわけで準備は完了。ではいざ、とその前にソウルポットを使用し能力をブーストします。あ、今更ですがソウルポットとはソウルポイントが入ったもので、好きな能力をその数値分まで自由に上昇させることができるのです。これで戦わずして強くなれるってわけですね。というわけで霊属性に全振りしてますが、今思うとマギ、メイガスの部屋で拾った29のやつはすぐ使うべきでしたね。そうそう、実はこのソウルポイントは敵を倒しても入ります。なのでレベルこそありませんが、戦えば戦うほど強くなれるのです。さてこれで今度こそ準備は OK です。ではいざ決戦のバトルフィールドへ。とダイブした先にはワープ石碑があり、それに触れると魔界最後の世界、虚無、に飛びます。ここには怪しげな扉しかないので、とりあえず入ってみます。すると縦長空間へと出ます。来ても身にありながら、よくぞここまでたどり着いて、敬意を表し、苦しませず殺してやろう。というわけで、本作のラスボス、虚無の主、クシバルロン戦です。作戦の方ですが、まずは横を素通りします。よっと通りますよっと。そしたら旋回して迎撃体制へ移行します。はい、これで9割方勝利が確定しますが、ちょっと指輪を買い忘れていたので変更してます。さてあとはやと魔法をひたすら。ではこの間に戦法について解説します。この縦長空間の壁は柱、部分がちょっと出っ張っていて、キシバルロンはそこに引っかかり、それ以上前に進めません。これで巨大な剣による攻撃を封じられますが、もちろんその程度は想定済みで、離れている時は魔法を飛ばしてきます。本来はこれを避けながら引き打ちするんですが、壁際に立っているとその魔法はこちらに当たりません。これはおそらく魔法の判定が横に広いため、こちらに当たるより先に壁に当たって消滅してしまうからです。つまりこいつも一方的に殴られるだけのただの的です。さあ、まあ、ないぜが、実はまだ問題がありまして、それがこいつの体勢がガチガチで下手すると殺しきれないことです。ここまで猛威を振るってきた弓矢さえフルパス耐えるレベルで、素質魔法耐性もかなり高いです。なので多少はトール性魔法の威力を上げるために霊属性をブーストし、弓矢の攻撃回数を増やすために弓に投入にして位牌も温存しておきました。あと呪いによる魔法の弱化も直しておくとタイム短縮につながりますが、実はまだもう一つだけ。やったぜ。ここまでやるとは意外だったな。では本気で相手してやろう。そして第2ラウンドの開幕を宣言します。再起動だとありえるのか、
というわけで、本気の番外戦です。第二形態で脱ぐとか、お前元ちゃんかよ。あ、状況は全く変わらないです。はい。鎧がなくなったことで大幅にスピードアップし、波動攻撃も使うようになりますが、相変わらず壁に引っかかっていて、遠距離専用の魔法攻撃も、やはり当たりません。なのでもう、勝利は確定です。ただ、体勢が変化している点には注意です。まあ、矢の通りが良くなり、生息性もマークので、全く問題ありませんか。しかし微動程度が、ソーサラーリングポイズンを落とした場合は、そちらの魔法を使いましょう。毒の通りが良く、少々扱いにくい、魔法であるポイズンも、今なら当て放題ですしね。だから直前に用の能力を上げといても、良かったかもですね。あ、終わった。では、行きましょうか。行くのはバルロンが立っていた、その奥です。なぜって、彼の守っていた後ろには、きっと大事なものがあるからですね。出た！こいつは、バロックシンドロームに出てたやつだ。お前を、あの祝いましょう。何をしたのか不明ですが、相当恨みを買っている様子。というわけで本作の真のラスボス、暗黒島の主、新魔王戦です。って、は？どこぞのなり損ないさんの先輩的存在だったのです。そして攻撃は近接のみなので、弓矢さえあればただの作用です。なので、バッハで蜂の巣にしてやりな。ただ、ラインハルト三世とは逆で、魔法が全然効かないので、弓矢がない場合は厄介です。ほんのちょっとだけですが、あ、終わった。はい、ここで、タイマーストップ。記録は、51分31秒03でした。IGT を表示した瞬間を計測終了としました。ではクリアデータをセーブしましょう。正直あまりメリットはないんですが、これをやっておくと RTA 中にゲットしたレアアイテムを無駄にせずに済みます。だから春浪とか出たら使わないけどつい拾っちゃいます。まあ出たのは1回だけで、しかもその時は死にましたが。それを手にして何を望む？せいぜい大きなものを手に入れるがよい。
最初はアホみたいに死にまくったので、ひたすら安定を求めたら、いつの間にかいいタイムが出せるようになっていました。やはり安定は大事、はっきりわかんだね。まあ技術面では、シンママスターですせん。運ゲー面では、トリウムファンと取得が壁ですが、完走率は、推定1、2割と、結構高い再現度と安定性。で、もう終わりかい。1分なかったぞ。というわけで、延長入ります。ちょうどまだ、オープニング動画をお見せしてなかったので、それをお流ししながら、やりますね。が、まだ始まらないので、一足先に、続きを始めます。本チャートで安定性を重視したのは、運ゲーを極力回避するためで、例えばバルロン戦で活躍した、ソーサラーリングポイズンなんかは、別になくても、特に問題はありません。もちろんあった方が早くなりますので、手に入ったら使います。なのでチャートを瞬時に組み替える、アドリブ力が特に大事なのです。それが今回はちょっと、いまいちだったと感じました。例えばバルロン戦で、ウィルウィザードとレッグガーターフリーズを装備すれば、ダブルオービットとデュアルポイズンの威力を、底上げできてました。あと主な改善点を挙げるなら、1、巻き役を買う。MP 切れで、ヘルハンター戦がちょっと危なかったからですね。2、マガンジュのみを取らない。まああれは、なくても問題なさそうですね。3、ナイトクラウンを素早く倒す。実は簡単に倒せることを、編集中に気づきました。他にもありますが、細かいのは割愛しますね。最後にこのゲームについてですが、非常にいいゲームだと思いました。リソースが限られていたり、操作や仕様がやや難解なため、難易度が高いと思われがちですが、その分できることが多く、自由度も非常に高いです。慣れればキングスフィールドやダークソウル等より、全然簡単です。と下手な自分でも完走できるのが、何よりの証拠ですね。だからみんなも、RTA、やろう。といったところで、そろそろお開きといたします。10時間のご視聴、誠にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。